皆さんこんばんは、長尾です。今回は沖縄県那覇市にあります水上公園で行われました新春の宴2024琉球芸能宴首里伝統芸能文化協会第3部の様子を撮影しました。撮影日は2024年1月3日となっています。今回の琉球芸能宴首里伝統芸能文化協会のステージの模様は実際に首里城公園の提供となっています。実際に首里伝統芸能文化協会第3部の様子は一体どうなったでしょうか。とても楽しみになってきますね。それでは首里城公園で行われました新春の宴2024琉球芸能宴首里伝統芸能文化協会第3部の様子が流れます。じっくりとお楽しみください。Yeah.
Thank you.
Oh!
様お楽しみいただけましたでしょうか。出演は首里伝統芸能文化協会の皆様でございました。これをもちまして琉球芸能の宴第3部を終了いたします。本日は雨の中ご来園並びにご観覧誠にありがとうございました。次回琉球芸能の宴は第4部4時より上演いたします。今回の首里城公園で行いました新春の宴2024琉球芸能宴首里伝統芸能文化協会第3部の様子はいかがだったでしょうか。実際に見てみましたが、とても素晴らしい琉球舞踊が本当に良かったですね。これからも首里伝統芸能文化協会の皆様がこの琉球舞踊で伝統を大切にしていきたい、そういう気持ちでございました。とても素晴らしい琉球舞踊でした。本当に良かったです。このチャンネルでは沖縄風景やイベント、そして沖縄の今の状況をお伝えするライブ配信を行っているチャンネルとなっています。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、そして通知音設定をお願いします。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。